お、来た、よし、なんか釣れた。ちっちゃ、もうダメだ。やっぱり餌が必要かな、ザリガニみたいな。あ、ちょ、突然日が暮れた。渚お姉さん、最近よくここいるね。お姉さん、ここの夕日、うん、小さい頃に見たことあるような気がするな。え、どういうこと？どういうこと？見たことある？わからないけど、なんだか懐かしいのよね。あー、まあでも夕日にノスタルジックを感じるのはなんというか共通の感覚かもね、みんな。あ、よしか姉ちゃん、またギター弾いてる。お姉ちゃんってどういう音楽が好きなの？うん、いや、ハワイラフ。え、ハワイラフ、なにそれ。ハワイアン、ハワイアン。え、なにそれ、歯が痛い。ごめんね、歯が引っ掛けないで。それ、本当にハワイアン？ちょっとどういうことそれ、え、ギャグ、ガチ、どっち。え、歯が痛い、急に言い出したの。なんだよそれ、ボケか今の。どういうお笑いって言われるわ、ノブに。皆様ごゆっくりお楽しみください。ここのセリフ覚えたわ。あれ、今日の晩御飯なんで豪華なの？あ、本当だ。なんかいいことあったのかな。え、チキンがある。去年もなんかこういうことあったけど。え、何？あれ、なんだっけ。お前ら、それほど母ちゃん怒り出すさ。母ちゃん、どういうこと。あ、誕生日、おばちゃん、もしかして。あんたたちいい加減にしなさい。あ、怒ってる。今日は私の母ちゃんの誕生日です。あ、やっぱり。母ちゃん頑張っていろんなもの作ったのに。え、おめでとう、おばちゃん。そういえば去年と同じだ。あ、ごめんなさい。毎年同じメニューなんだ、誕生日は。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした、美味しかったです。いや、これは美味しいだろ、完全に。ねえ、おばちゃん、僕気づいたんだけど、うん、僕んちも僕の誕生日は祝うけど、お父さんお母さんの誕生日は何もしないね。なんでだろう。そうでしょ、確かに。でもそれってちょっと悲しいと思う。あんまり親って祝われないよね。どこのうちの父ちゃんも母ちゃんも子供がお祝いしてあげたらそりゃ喜ぶもんな。うん、嬉しいだろう。来年は母ちゃんに何かプレゼントするよ。しげる、ありがとう、しげる。本当に覚えてるか。この日はなんで毎年同じ献立なんだ。え、それはえ、お祝いの日だから。私の好物を並べてるからよ。あ、そういうことなんだ。あはははは、あははは。なるほどね。いやでも確かにおばちゃん、しげるの好物とかおじちゃんの好物で献立作ることはあるけど、おばちゃんの好物で作ったのは初めてかもな、今回が。えらいな、おばちゃん、毎日自分で作ってんのに。おばちゃんいた、しげる、珍しいな、お前何してんの。ねえ、世の中って不思議なことがいっぱいあると思うんだ。え、例えば書き取りで。え、あー、ごめん、飛ばしちゃった。何だんだん文字に見えなくなってこない。あー、ゲシュタルト崩壊ね。それゲシュタルト崩壊って言うんだよ、シュゲル、覚えとけ。てか、そういうの好きだろ、小学生。ゲシュタルト崩壊とか。今日の晩御飯は鶏のもも焼きとサザエのつぼ焼き、おまけにおばちゃんが大好きなフルーツポンチでした。フルーツポンチ、すげえ。フルーツポンチ自作するってすごくね、結構。うん、おばちゃん好きなんだ。それで張り切って作ったんだ、自分で。キャワだな。てか来年はしげるとかおじちゃんとかで同じ献立作ってやるよ、おばちゃんによ。喜ぶよきっと。こんばんは、やすこ姉ちゃんいるかな。あ、いた。やすこ姉ちゃん、こんばんは。お邪魔しまーす。さてさて、大丈夫？そういえば、今年はもう終わっちゃったけど、うん、診療所のところ、ホタルの話か。桜川の周りにホタルがたくさんいるんだよ。それ昨日も聞いたわ、やすこ姉ちゃん。ホタルね。明日。うん。え？明日、ようくんち行ってみようかな。ちょ、マジで？明日？突然決めたね。ちょ、よう兄ちゃんに。言わなくていいよそれ、あらかじめ。明日、ヨウくんち行ってみようかな。マジ？いや、まあでも確かにヨウ兄ちゃんも唐突に来たしな、安子姉ちゃんの家に。逆に唐突に行ってもいいのか、じゃあ安子姉ちゃんが。明日か。決戦の日が突然決まったな。ねえ、じいちゃん、男の子の孫も欲しいって言ってたでしょ。その話昨日もしただろ、お前。よし、寝ますか、じゃあ。おやすみ。クイーンカブトに勝ったんだけど、次の試練がやってきた。一体なんだろう、秘密の秘密兵器。俺な、いやーマジで黒光の組織鍛えないとな、さらに。鍛え上げねばということか。
明日行くのか、安子姉ちゃん。いやー、これは楽しみですな。はい、おはようございますと。さあ、いつ行くんだろう、安子姉ちゃん。あ、おはよう。あの横須賀の事件、あと10日で時効だってさ。え、どんな事件？横須賀の事件。銀行の輸送車から金塊が盗まれたんだよ。え、5000万円ですって。何それ。5000万もありゃ、働かなくても毎日ビールが飲めら。5000万。え、それ今と同じじゃないの？おい、ほら、シゲル、言っていいことと悪いことがあるよ。おじちゃん顔引きつるわ。いただきまーす。おじちゃん、いただきまーす。まあ今のんじゃはいいんじゃだったかもな。早めに切り上げたいと。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。おじちゃんやっぱり働いてないんだな今は。しかもそれをシゲルたちにも認識されてるんだな、働いてないことを。おじちゃん大工辞めた理由か、何なんだろうな。教えてくれないんだもんな。なんか剣坊、おはよう。剣坊帰ってきてよかったな本当に。あ、なぎさお姉さん、最近ずっと外いるね。まあ仕事ないんだろうけど。今日もいい天気、ずっと晴れてるね。こんな日はさっさと家に帰って、ぬるいお風呂にゆっくり浸かりたいな。ぬるいお風呂。お風呂にはバスクリーンを濃いめに入れて、上がった後にちょっとだけビールを飲むのよ。あ、いいですね。大人の楽しみ方ですねそれは。夏の、はあ。よくわかんないけど、なんだか夢のような話だね。いいでしょ。お前本当にわかってるか。でも俺も正直よくわからん、風呂上がりのビールの良さ。そもそもあんまりお酒飲まないからな普段。美味しいのかな風呂上がりのビール。今日やってみようかな。じいちゃんおはよう。来たよ。なあ、静江さんは何かわしのことを言っておったかの。静江さん、会わなかったの。いや、うん、帰る日の朝ここに挨拶に来たが。あ、そうなんだ。何しろ時間がなくて。じいちゃんには挨拶に来たんだ。いつかわしが東京に行った時に、うん、一緒に遊園地にでも行く約束をしたが。え、何それ。実はわしジェットコースターに乗ってみたくての。じいちゃん、やっぱじいちゃんって結構子供っぽいとこあるな、うん、ジェットコースター乗りたいんだ。いいじゃん、行きなよ。行ける時に行っときな、そういうのは。じいちゃん、安子姉ちゃんたちと一緒に行ったらいいじゃん遊園地。安子姉ちゃん、どこにいるんだ。もしかしてもう陽兄ちゃんち行ってんのかな。中吉、もう先に行ってる。安子姉ちゃん、あ、たけしげる、何してる。珍しいなお前ら、ここにいるの。ねえ、僕ちゃん、僕ちゃんって将来何になりたい。お兄ちゃんは学校の先生になりたいんだよ。あ、そうなんだ。おいおい、バラすなよたけし。なんで。なんで。ほら、体育の先生って面白そうじゃない。はあ、俺、学校の授業でやる体育なら全部100点取る自信あるもんね。へぇ、逆立ちして体育館一周だってできるぜ。体育得意なんだ。すごいね、たけし。あとね、去年までうちの学校にすっごくいい先生がいたんだ。へぇ、逆上がりができない女の子がいたんだけど、逆上がりの代わりにその子が得意なピアノを弾かせて体育のテストにしたんだ。え、何それ。なんで体育でピアノを弾くの。まあ、無理やりこじつけると一応指を使おうじゃない。あ、なるほど。あ、それでオッケーにしてくれたんだ、その先生。それぞれが自分の得意なことを見つけるのがあの先生の授業だったんだ。いい先生だな。あ、それを見てたけしもこんな先生になりたいと思ったってこと。まあ、うちは父ちゃんがあの調子だからさ、うん、今から将来のことを真面目に考えちゃうんだよ。たけし、たけしマジでよくできた子だな。まあ、へえ、あ、父ちゃんが働いてないから自分の将来も考えてて、で、それもちゃんと目標にしてる大人がいるんだな。え、すげえ、たけし。あれ？お姉ちゃんどうしたの？安子お姉ちゃんいた！ちょ、やっぱ来てるよ、お兄ちゃんの家。一応約束だから。ちょ、着替えてるし。そうか、よお兄ちゃんに用事があるんだね。綺麗な服を着てきてる。どうしよっかな。安子お姉ちゃん、あ、いた！自分で行くよ。えらい、安子お姉ちゃん。よお兄ちゃん来た！普通に来たよ。わあ、びっくりされてる。大丈夫？いったーい。キャワ。お兄ちゃんなんでひっくり返ったの？いや、びっくりしたんだろ。驚いたー。突然現れたからな、よお兄ちゃん。気配を立っていたの。え、ふぅ。それにしても、ちっちゃい頃は1年365日、ずーっと二人で遊んでたよね。あ、もう普通に喋ってるじゃん。そうだね。でも、今となっては、やっぱり安子ちゃんの方が
かなりお姉さんかな。1歳しか違わない。確か大人びてるよな、うん、そっちは高校生だし、もう東京に出て下宿してるんだから。確かにしょうがないんだけど。下宿は大人だわ。いやなんだよ。そうか、何やってんだランタ。あの頃はさ、同い年だと思ってたのにね。うん、そうだね。ああ、気づかなかったんだよな、小学校上がるまで。私、小学校の入学直前に君のお母さんから、お母さん、今日は小学校はまだよ、来年の春よって聞かされた時、ちょっとショックだったんだ。お兄ちゃんのお母さんどこ行ったんだ、そういえば。そりゃ僕も同じ。安子ちゃんだけ春から小学校なんて、なんだかとにかくびっくりした、まあ、びっくりするわな。あの時君が驚いて私の顔をじーっと見てたの、今でも覚えてるよ。へえ、めっちゃ懐いてたんだな、やっぱり。私さ、小学校の入学式の翌日にもう仲のいい友達ができちゃったんだ。あー人生で最初の女の子の友達。安子お姉ちゃん友達多そう。クラスで身長順に並ぶと私が3番、彼女が4番でね。ごめん、その日から君のこと完璧に忘れてた。あ、そうなんだ。よお兄ちゃん、学校は楽しすぎたんだな。というわけで1年後に妙に無口になった君が通学生に乗ってくるまでほとんど気にもしなかったんだ。まあ小学生だしな。多分そういうことだと思ってたよ。よお兄ちゃん、僕何度も自転車に乗って安子ちゃん家に行ったんだけど勇気がなくてさ。切ねえ、なんか。私って残酷なんだ。後になってあの時君にものすごく悪いことをしたんだなって気づいたの。なるほどね。でもそれはなんと中学に入ってからなんだ。ああ、でもなんかこういうとこお母さんになのかなって思っちゃった今。ごめんね、だって安子お姉ちゃんこと子供だったんだもん。子供だったから、まあね。だけどよお兄ちゃんはその間もずっと安子お姉ちゃんのこと気になってたんだな。いやー、なるほどね。それにしても高1と中3の2人が今更小学校入学前の話をしてるなんて、うん、僕たちずいぶんのんびり屋さんだね。のんびり屋さん。そうかもね。なんだその表現。まあでも小学校以前までの思い出しかないわけだしね、今この2人には。はー、でそれもこうしてランタが引き合わせなければ多分変わることはなかっただろうしな。なるほどな。いや、やっぱ、安子お姉ちゃんって、お母さんになんだなって今思ったわ、すげえ。今の話聞いて。多分、安子お姉ちゃんはさ、島の外の方が楽しいんだろうな、きっと。だから、よお兄ちゃんのことも忘れちゃったし、島から出たら。てか、そもそもこの島に帰ってきた時にさ、なんかこの島って青春的に物足りないみたいなこと言ってたもんね、安子お姉ちゃん。だから、いつかきっと、安子お姉ちゃんも本格的にこの島から出ていくんだろうな。静江さんみたいに。なるほどな。てかなんか思ったより甘酸っぱい会話は繰り広げられなかったな。なんかそういう関係じゃないのかな、あの二人。いや、どうなんだろう、わかんないけど、ただの幼馴染って感じなのかな。おっ、オカミジジイ。え、じゃない。こんにちは。こんにちは、はじめまして。こりゃダメだな。ダメ、何が。謎の男。先月の嵐で釜の中に水が減りあった。はあ、炭焼きです。もう一度から焼きしなきゃなんねえよ。色黒。ねえ、おじちゃんは何をしている人なの。見てわかんない。炭焼いてんだ。あ、やっぱり炭を焼く。炭焼きのおじさん、お兄ちゃんのお父さんだ。おじちゃんってもしかしたら狼のじじい。おい、それ言うのかよ。あれ、ちおい、元の連中俺のことそう呼んでんの。あ、自覚、うん、そうだよ。自覚ないんだ。そうか、でも負け犬みたいな名前じゃねえし、まあいいか。いいのかよ。狼を探しているの。いや、それは昔の話。昔。じゃあ今は。炭を焼いてる。朝起きてうんこして炭焼いて寝る。おお、健康的な生活ですね。毎日快便、狼じじい。ねえ、またここに来てもいいかな。しょうがねえな、勝手にしろ。あ、いいんだ、ありがとうございます。通います。なんかワイルドな人だな。よお兄ちゃんで全然似てないな、狼じじい。でも今はもう狼探してないんだ。お、やった、カブトムシ。
狼を探すってなんだそもそも。それが仕事だったの？まあでもなんかめっちゃ変わり者って言ってたからな、よお兄ちゃんも。特に理由もなく探してたのかもな、狼を。いやー、安子姉ちゃんとよお兄ちゃん、また仲良くできたらいいな。あ、おじちゃん。またオランウータンムーブしてるわ。おじちゃん、最近ずっとそこで何やってるんだ？なんか整理してんのか？おじちゃんが大工さんをやってた時って何を作ってたの？聞くね。何をって、普通の家だけど。家？大きいのやら小さいのやら、お金持ちの家も貧乏人の家もとにかくたくさん作ったな。あ、そうなんだ。すげえ。かなりバリバリ働いてたんだね、大工やってた頃は。おじちゃんなぜか一旦距離を取る。話しかけるために。おじちゃん、どうしたの？なんでもねえよ。本当に？いや、本当は大工やりたいんじゃないの？なんか悲しい理由ありそう、マジで。おじちゃんの。知りたいけど、知るの怖えな。サイメンいるかな？サイメン。最近会ってねえよ、サイメンに。おるか？お、いた！サイメン、なんか久しぶり、マジで。何してんの？ねえ、もしここで綺麗な夕日の写真を撮れたら、うん、次はどこへ行くの？次はチベットだよ。あ、決めてるんだ。ちょっと前までチベットという独立国があったけど、あった。そのことを世界中の人にもう少し知ってもらうためにも、 あそこの綺麗な自然を撮ってみたいと思ってるんだ。あ、チベットってなんだか難しい話だね。そっか、もう今ないのか、うん、そうだね。大人の作った世界はみんなで楽しく暮らすためには少々複雑すぎるかもね。はあ、サイメン、なるほど。8000メートル級の高山に沈む夕日なんて想像してだけでドキドキしてくるだろ。うん、確かにめっちゃ綺麗そう、それ。なるほどね。やっぱ夕日一枚撮るにもちゃんとメッセージ性を込めて撮ってんだな、サイメンは。プロだわ。あー、どこ行こっかな。じいちゃんもいねえんだよな、なんか。あ、誰？あれ、渚さん？なぎさお姉さんでは？あ、やっぱり。ちょ、何してんの、なぎさお姉さん。こんなとこで。こんにちは。こんにちは。こんにちは。珍しいね。お姉さんね、小さい頃ブランコ大好き少女だったんだよ。あ、そうなんだ。あれ？じゃあ今好きじゃないの？ちょっとね。え、なんで？なんで？え？悲しい思い出が？ブランコに。ちょっと、お尻が窮屈なのよね。あ、そういうこと？いや、だいぶ余裕持って座ってるように見えるけど。はぁ。あ、もしかして船頭さんと気まずいから今ここにいるのかな、夕方。わー、そうだとしたらちょっと切ないなー。いや、まあでもそうだよなー。もう一緒にいるのは気まずいよな、正直。あ、サイメン、夕日撮ってる。久しぶりじゃない？ねえ、夕日撮るの。アポロ宇宙船から夕方の地球を見るとどんな感じなのかな。え、宇宙から？いや、宇宙から夕日ずるいよね。見えないんだよ。何がずるい？アポロの連中だよ。だってサイモンも宇宙から夕日を見てみたいんだもん。あれ、どうなんだろう。この時代ってもしかして宇宙からの写真ってそんなメジャーじゃなかったのかな。だからこんなこと言ってんのかな、サイモン。いや、でもいつものサイモンのロマンチックな言い回しかもな。宇宙から夕日を見てみたい。まあでもあの地球の影からさ、太陽がグーって出てくる映像とかあるじゃん。あれはある意味宇宙の夕日と言っても差し支えないかもな。今はちょっとロマンチックな言い回しじゃなかった、アランタ。おばちゃん、晩ご飯クイズさせてよ。久しぶりに思い出したから。お邪魔します。入ります。キッチンに入ります。冷蔵庫バカ。さて、はあ、見たことあるやつなんだろうな。エビとかあったな。エビとかなんかサバとか。あ、100円返せる。あ、返そう。ねえ、おばちゃん。おばちゃん。ん？何の用かな？ 100 円拾ったよ。僕、この海の家の下で100円拾ったんだけど。え？どれどれ？おばちゃん探してたやつじゃない、はい、これ。あら、やだ。この床下に落ちてたんだ。そう見た。いやーね、もう。へへ。でも、たけしが犯人じゃなくてよかったな。あ、よかったな。ありがとう。ぼくくん、お手柄だね。たけしの濡れ衣を晴らしたぞ。パフパフ。
おばちゃん褒めてくれるときにラッパを鳴らしてくれるな。おばちゃん、晩ご飯クイズ。今日の晩ご飯、エビチリ、エビワンタン、エビシマ。わかんねえこれ。いや、エビ、エビシューマイ。エビチリは小さい子供がいるから出さないような気がする。うん。で、俺が食べたい方を選んだ、エビシューマイ。さあ、今日も一日が終わった。晩ご飯クイズも久しぶりにやったぞ。あ、エビシューマイだな。今日はね、母ちゃんとっても嬉しいんだ。あ、そうなの。どうしたの？わちゃん。たけし疑ったりして、ごめんね。あ、それね。僕くんがここの真下で100円玉拾ったんだって、イエーイ、届けてくれたの。わお、そうなんだ、ジャスティス。よく猫ババしなかったな。うるせえ、うん、まあね。いや、偉いぞ、ランタ。猫ババしなかった。でも、たけし、おめえが盗んだんじゃなかったんだな。そうだよ、さすがうちの子供、悪いことだけはしねえや。いや、でもなんか、ほんと、安心したわ。ここのは盗んだことないって言ってたけど、春に遠足のバス代が学校の計算違いで少し戻ってきたんだけど、お、俺それを猫ババしちゃってるんだ。おい、すやお前やっぱり悪いことしてたのか。猫ババはしてんのか、まあ、やっぱ別のところで。こうやって白状したんだし、うん、実はね、母ちゃんそれ知ってたんだ。あ、そうなんだ。なんで？おばちゃん、あんた押し入れに隠したでしょう。押し入れに。じゃあ今あの茶封筒は回収させていただきました。あ、そうなんだ。なんだよ、人が正直に白状したのに。いや、たけし、お前それ白状してどうしてもらうつもりだったんだよ。返せよ。いや、返さないだろ。やだね、お前のじゃねえわ、そもそも。いただきまーす。そうね、じゃあ出た。いただきまーす。おじちゃんのじゃあだんだん好きになってきたな。便利な言葉。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。てか、エビシューマイだったの今の。どっち？俺にはエビシューマイ見えたんだけど、エビワンタンじゃないよね、あれ。え、わかんない。ちょっとおばちゃん聞きに行ってみよう。あれ、エビシューマイでは？めっちゃエビシューマイじゃなかった？おばちゃん、晩ご飯クイズどうだったのあれ。おばちゃん、おばちゃん、今日の晩ご飯は、ね、プリップリ美味しいエビワンタンとワンタン、サバとキャベツの炒め物でした。いや、もう正解にしてよ。残念、外れちゃったね。いや、一緒みたいなもんじゃん、シューマイもワンタンも。いや、違うか。外れかよ。てか、今日の難易度高かったって、全部エビだったもん。2階行こうぜ、ランタ。こんばんは。よしか姉ちゃんいるかな。あ、いた、サイメンもいる。久しぶりに2人でいるわ。ねえ、サイモン、え、あんた私のことちょっとは好きでしょ。いや、何それ、うん、まあ君は綺麗な女の子だからね。あ、ちょっと好きなんだ。どのぐらい好き？何これ。いや、酔ってるじゃん絶対。よしかねちゃん、白熊が軽やかなステップでシビリアの大地を駆けていく、いや、あの感じかな。お前、動物に例えるの好きだな。なんだか転びそうね。どういうこと？わかった。しかもよく見たら着ぐるみじゃない。え、ご名答。え、なになに、何の話？なんで通じ合ってんの、そこのイメージが。え、私って女としての魅力がないのかしら。いやいや、そんなことないよな。そんなことはないよ。うん、でも、でも何よ。あとは白クマに聞いてね。いや、何この会話。え、なんかの比喩なの今の。白クマ着ぐるみ、どういうこと。いや、多分酔っ払いの会話っていうだけだと思うけど、なんかたまーにああいう会話してるな、あの二人。なんかレベルの高い会話を。なんなんだよ。安子姉ちゃん、うちに帰ってるかな。いや、さすがに帰ってるよな。よお兄ちゃん家に泊まったりとかそんな。あ、誰かいる。あれ、なぎさお姉さん、ん、あ、安子姉ちゃんだ。何してんの、またブランコ乗ってる。こんばんは。ねえ、誰でもブランコに乗ってる時だけは詩人になれると思わない？え、どういうこと。なんだそりゃ。詩人？ねえ、ブランコってブラブラしてるから。ブランコ？安子お姉ちゃんの前でケツを振るな。うん、ブラブラしてるからブランコ。え、ほんと？今なんか謎の間があったけど。あれ？でもポルトガル語だって聞いたこともあるな。あ、そうなんだ。ブランコの語源俺も知らないわ。なんでブランコなんだろう。てか、詩人になれるって話は何だったんだ。ブランコに乗ってる間だけはなんかそういうエモーショナルな気持ちになるってことなのかな、ブランコに乗ってる時は。じいちゃん、こんばんは。あれ、ひかりちゃんいない。あ、じいちゃん何してる。あ、ひかりちゃん寝とる。じいちゃん寝てるの。うん、寝る子は育つ。
いいことじゃ。寝てる。この子は何歳まで生きるかの。わしはどんなに長生きしても21世紀までは生きられんだろうが。じいちゃん。光よ、遠い遠い未来のお話、後でじいちゃんにも聞かしておくれ。じいちゃんのそういうのやめてよ、マジで。なんだかわしまで眠くなってきおったぞ。いや、一緒に寝なよ、ひかりちゃんと。後でっていうのは死んだ後でってことかな、じいちゃんとひかりちゃんが。いやー、なんかじいちゃんたまにこういう切ないことポロッと言うよな。ずるいわ。よし、寝るか、ランタ。おやすみ。あ、ついに二人が仲直り。親友のことを忘れてたなんて、記憶力の問題だね。いや、まあ確かに、まあ記憶力の問題でもあるだろうけども。あ、てか、安子お姉ちゃんが、よお兄ちゃんに言いたかったことって何だったんだろうな。忘れてて、ごめんねっていう、そのことだった。